少しずつ飲めるようになっていけたらなと思ってますけどね。
ないですね。でもそうですね、記憶を飛ばしたこともないですし、そういうことはまだないので、失敗はしてないです。はい、あまりそんなに強い方ではないので、そうですね、少しずつやっぱり飲めると、人の方のお話たくさん聞けたり、楽しい時間を過ごせるので、やっぱり打ち上げでちゃんと打ち上げられるというのがすごく嬉しいですね。今までお酒を飲めなかったので、それはいいと思います。ちなみにどんな種類のお酒が好きですか？そうですね。梅酒とか、あとは結構なんていうの、バジーネーブルとか結構ジュースっぽい方が好きですね。はい、シャンパン。シャンパンは誕生日の時に夏にやった舞台の仲間たちが誕生日パーティーを開いてくれて、すごいいいシャンパンをプレゼントしてくれたんですけど、まだまだだなと思いましたね。結構大人の味だなって思いました。じゃあテキーラはどれぐらいの味ですか？同い年でいるんですよ、テキーラの子。もう考えられないですね。多分一緒飲むことはないと思います。何でしたっけ？そうですね。今年はドラマとか CM とかにも出演させていただいて、すごく私の視野が広がったし、世界に広がったし、その中でたくさんの人とも出会って、たくさん泣いた年もあるんですけど、その分まだ笑顔があった一年かなと思います。仕事が決まったんですけど、悔しかったです。今年はすごい大抜てきですね。ですね、でも楽しく乗り越えました。はい、どんなことが仕事してる上で、なんか今までと違うことをしてるというか、なんかやったことのない芝居だったりすると、前日とか本当怖くて寝れないんですけど、なんか目をつぶってても時間過ぎてちゃうからやるしかないっていう、迫られてやるみたいな感じで頑張ってました。結構追い詰められてやるタイプ？なんか怖くなっちゃって逃げたくなるんですけど、でも逃げる場所がないから頑張らないといけないなと思っちゃうんですけど、はい。私も今年は挑戦するした年です。映画とか、映画で主演役とか中学生役をやらせてもらったりとか、あと高校3年生とかだったり、区切りだったりとかで、なんかいろんな本当に経験ができた年でした。はい、私も主演の映画をやらせていただいたり、CM をやらせていただいたり、たくさんのことをさせていただく上で、いろんな共演者の方やスタッフさんとも出会い、本当にいろいろなことを学べた一年でした。